こんにちは。今日こちらは。今日はね、白加という梅はね、花粉がやっぱり少ないんですよね。品種によっては多いのもあるんですけど、そんなふうなことで、先頃ですね、19日か20日の日にもちょっとやったんじゃ、今回2回目の花粉術系。花粉をまあこうやってね、つけてやる。何回ぐらいやるんですか？もう1回ぐらいだね。本当はあの来年はちゃんと花粉を取ってやるけどね、今年はただ木畑でね、さするだけという方法でやってるんですけどね。あ、楽しみですね。だからこうほらね、散るでしょ。この散るようになった時が天気らしいですよね。おお、そうなんですか。ね、わーっと散るでしょ。綺麗ですね。香りもあってね、スワロフチダイじゃないけどね。今日は22日でいろいろな花を見てもらったというふうなことでね、今日は白加賀の目の花粉術付け、はい、わかりました。教えるところを皆さんに報告します。ありがとうございます。はい。